暑い。暑いよー。暑いよー。初めましての方も2度目まして以上の方もおつまわり始まりでございます。はい、本日は質問コーナーということで視聴者様からいただきました質問に答えていきたいと思います。本日の質問はこちら。質問です。鹿島アントラーズがチームとして一番優れているところはどこだと思いますか？また逆に一番を取っているところはどこだと思いますか？はい、では本日はこちらの質問に答えていこうと思います。はい、まず長所と短所っていうのは大体表裏表裏一体って言われているようなもので、長所の裏にはそれによる短所があるみたいなところがあるかと思うんですけれども、そういったところでね、少しお話ししていきたいなと思います。でまず、良いところですけども、チーム哲学がやっぱりしっかりしているところですね。はい、チームが勝利というものに向かって全てが向いている。育成も戦術面っていうのも、商業的にもですね、補強だとかあとは経営戦略だとかっていうところも全て含めてチームが勝つためのところにベクトルが向いているというところが、やっぱりそのジーコスピリッツっていうところで根付いているっていうのがやっぱり一つ、他のチームよりも優れている点だというところでございます。やっぱりね、ここが25年以上やっぱりここで四半世紀ですね、同じ形を保ったままずっと勝ち続けてきたというこの DNA というかそういったものっていうのはもうやはり他のチームとは一線違うところなのかなっていうふうに思います。でそれを可能にしているのがやっぱり育成面だと思うんですよね。もちろん補強の方もそうなんですけれども、何よりも育成面だと思っております。でその、若手の選手が育成していって、その蓋をしないように補強をするだとか、あとはその若手の選手たちに代表活動にも生かせるようだとか海外にも生かせるようだとかっていうところに対して寛容的であることが、良い若手が入ってきてくれてっていうサイクルを生み出しているというここの部分にも非常に良い部分が出ているのかなというふうに個人的には思っております。でもう一つ、あるのが外国籍選手への手厚い待遇というところですね。はい、特にブラジル人選手、韓国人選手、この選手、ここの2つの国籍しか鹿島はいないんですけれども、やっぱりその2つの選手に対してそれぞれの文化を理解しながら、そういったところに合うその通訳の方をつけて日常生活からサポートしてやったりだとか、あとはそのブラジル人のスタッフがいて声をかけてあげるだとか、あとはチーム全体的にポルトガル語ができるよみたいな少しね雰囲気が流れていたりだとかっていうところで、全面的に手厚い待遇ができていることが、やはりその長い間選手が定着してくれることと、やっぱチームにその還元しようと思ってくれるっていうモチベーションにつながっているというところで、そういったところで例えばその若手からのベテランから若手に世代交代っていう時期っていうのは大体どのクラブも順位を落とすんですけれども、鹿島はそういったところで若手も出てくるよ、その危ないその穴が開いてる危ないっていうところに的確に外国人選手を取ってこれるよと、でその選手が定着してくれるよっていうこの流れっていうのがやっぱりしっかりできているというところが、そのチーム哲学の中にも組み込まれていて、そこのところが他のクラブと違ってずっとある程度一定の順位を保ち続けながら世代交代もしながら、各年代ですねのところに優勝争いに顔を出しながらというような、形を作れているのかなというふうに個人的には思っております。はい、で逆に、今後の課題といいますか、劣っているという言い方だとちょっと失礼になるかもしれませんけれども、そういったところはどこかっていうと、まず、先ほど言ったように表裏一体なんですよ。なのでまずその勝っていることというところに少しまだまだあぐらをかいている部分があるのではないかなと、悪い言い方になってしまうかもしれないですけどね、なんというかどこかしょうがないかなっていうふうに思っている部分っていうのが少しあるのかなと思います。特にそれっていうのはその収入の面につながってくるサポーターへの待遇のところですね。例えばイベントであったりだとかインフラであったりだとか、あとはグッズであったりだとか、っていうところに少しそのまだまだその改善していく伸びしろがあるっていうふうに思っております。まあ、勝てなくなるっていうのは正直思ってはいないですけれども、もし仮にその時が来た時にその辺でサポーターの心をがっちり掴んでおくために勝つこと以外のその何て言うんですかね、メリットというかそういったものっていうのを今後作っていくっていうところの必要があるのかなと思います。まあ、そのためにね、おそらくデジタルマーケティングっていうところの戦略を今現在進めているわけで、ついこの間ねあれですアンケートねがあったりだとかっていうこともしてますんで、そういったところへの準備も着々と進んでいるのかなというようには思いますので、この辺のところもどんどん改善していくのではないかなというふうに思っております。はい、っていうのと、もう一つやはりその寛容的であるがために、今現在ちょっとサイクルがかなり速くなってきてしまっていることっていうところと、若手のその海外流出ですね、そこのところのこのサイクルがやっぱり早まってしまっているよっていうところっていうのは、他のクラブに比べてちょっとしんどいところかなっていうふうに思いますし、もう一つやっぱりその外国籍選手っていうところの手厚い待遇って言いましたけども、変な話、現在そのブラジル人と韓国人のところ以外の選手っていうのは、以前にオファーは出しているというところは、確かにアルゼンチンだとかイタリアだとかっていうところにオファーを出したっていう話は、あとポルトガルですかね、あるんですけれども、それでもやっぱり入ってきてないっていうところっていうのは、一つ今後にその例えばこういうタイプの選手が欲しいのにこのブラジルとか韓国にはいないよみたいなパターンの時に今後困ることになるのかなっていうふうには思います。なのでその辺のところも今後は少しカバーしていくように考えていく部分なのかなっていうふうにも思います。はい、ただね、そうは言っても優れている劣っているっていうは言っても、やっぱりそのチーム哲学っていうのがきっちりしっかりしているかどうかっていうのが一番大事なわけですから、そこが大事しながら、そこから勝利のところから逆算をしていくっていうところで、今後もそこまで勝てなくなることはないんじゃないかなというふうには思っておりますので、特に心配はしていません。改善したら手放しで喜びたいなとは思いますけれども、心配するところではないのかななんていうことも思ったりもしますと。はい、といったところで本日はこちら、はい、の質問に答えていきました。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、貸し回りを応援してくださる方は、いいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回、おつまわり。いや、ほんとマスク暑い。つらいわ、マスク。ね、早く取れる日が来ることを皆さん楽しみに待っててください。